どうも高井です。私の動画投稿が遅い理由について2つ話します。1つ目、私は読む本の中にこういう本があって、こっちは本体800円プラス税金、読んで1日2日で即アウトプットできるような内容になってる。でこっち本体8800円プラス税金、読むのに1週間2週間かかって、しかも分厚い。動画投稿の頻度としてはものすごく遅れちゃうけど、私はこういう3000円以上の本に読むときはすごいワクワクして読んでるので、非常に私はこういう本大好きなもんなんですけど、動画投稿としてはこっちの方が向いてたりするんですよね。次に2つ目、こっち系の安くて薄い本の方が実際出版頻度は近年増えていて、高くてぶっとい本って近年すごく出版率が減ってるんですよ。私も結構えり好みする方で、例えばこういう本が出ても面白そうじゃなかったら買いたくないっていう、そういう思考の持ち主なんです。だからそういうことがあって買える本が減ってるなっていうことが原因です。なので、ああ高井さん投稿頻度また落ちたなって思ったら、きっと買いたい本がなかったんだなと思っていただければいいですし、もしくは読むのに時間かかってるんだろうなと思っていただければ幸いです。それでは。